こんばんは。いよいよ始まりました。はい、始まっちゃいました。今日はカメラの位置がとっても遠くて、うん、昨日からね、362でテストしたらね、まあギターも全部入るっていうので、うん、前ね、俺ケーブルがこんなに長いって知らなかったんだよね。なるほど。なんだ、伸びるんじゃん。へえ。弾くといいということが判明したことで、今日はカホちゃんはこの時間までいるんだよね。そう、なんだか面白い話をいっぱい聞きました。そう、聞いたというより質問攻めにあいました。なんだっけ、面白かった。恋愛の質問上を。あ、さ、思っきり出演。もうね、カメラがね、カメラが。ごめんなさい、気をつけてね、さ、ちゃんと。はい、はい、キンバさん、こんばんは。ザカさん、こんばんは。アーカイブ良いか。はい、はい、いいそうです。毎回、ありがとうございます。毎回久々に気がするな。誰、キンバさん、もっとね、久しぶり。よいしょ。今日は、もうすぐメインも登場するのかな。あら、ああそうだね。一回おばあちゃんの、うん、あ、ギタレッスンやったんだよ。あ、で、おばあちゃんがちょっと具合悪いって言って帰って、弟とかお母さんとイレチが帰ってくるまでおばあちゃんの面倒見てくる。あ、それでこれから、うん、そうですか。4時半から出たの。さーちゃんの現場行ってたんだよ、あの 出張で、この、ああ初出張、2日間アシスタント、ディレクションの主任。へえ、どうですか。じゃあ AD ってことだ。そうそうそう、 AD。 いや、うん、よくやってくれました。へえ、まあ動くタイプだよね、きっちりと。まあでもハキハキしてるしね、なんか気持ちのいい感じはするよね。そうそうだよね、一緒にこう話してても。そうそう、爽やか、うん、爽やか。あ、カズマちゃん、今さん、カズマさん、このサッシーさん、どうも。マイカちゃん、マイカの、これミキの、あ、そうだ、ミキの後輩、後輩か。うーん、マジ。カズマちゃん、今日ナノコッチャイの、オーディションに、あ、チャレンジコーナー、この間から一番落ちたんで、もう一回チャレンジコーナーから。で、本当は、土曜日の夕方に本番前にしょうちゃんが見るんだけど、今回カズマちゃん、俺たちも出るんだけど、自分の職場の郵政寮っていうところのボランティア公演やるんだよ、老人ホーム、老人ホームっていうかな。で、時間にはオーディションの時間ないから、今日ビデオで撮って、もう一バンド出るのかな。はい、ギターはどう、カズマさん。あ、何やってんの。綾野がもう、綾野ちゃんに、ね、綾野に抜かれた。そうなの。綾野さん、大人のギターもって、ダンダンジャーン、もう、マジでな、リズム感は、綾野の方がいい。そうなんだ。で、指の押さえ方も、音も、綾野の方がいい。へぇ、全然サイズ大丈夫。まあ、とりあえずこう押さえて。そうだね。あれ、いいね、したいから。あ、じゅんちゃん、久しぶり。来てくれるんでよねって。あ、ジョーズ。あ、したじゃん、ジョヤ君ね。うん、久しぶりだよね。ジョーズって何。ジュンさんのやってるバンド。あ、バンドのことか、うん、あのほらボーカルが、なかったね、ビーズ軍で。あー、だビーズのコピーしてんの。そうそう。あ、そうなんだ。で、ジョヤ君ドラム。そう、ドラムってことは、あんまり中身見ずにいいんでしたってこと。いやいや、知ってるよ。あの、バンドのことやるなと思って。バンドの。知ってるよ。そう。だから、結構ね。どこでやるの？いつやんだろう。ジュヤコどこでやるの？いつやるの？私、何気にちゃんと見たことないんだよね。ジョーズ見たことない。ジュンヤさんのドラマ何度も聞いたけど、うん、ジョーズのそのバンドでのジュンヤさんはあんま見たことないんだよね。あの、DVD 撮ったやつ。あのよく大阪でやってるやつだ、横山亭で見させてもらう。で、横山亭女役とか。そう、へえ。それは見たけどね。そうか、今日は最近なんか俺、タクちゃんと女役と一緒に来てほしいなと思うんだよな。こんな
最近、まあ、この間な、先週は先々週はタクが来てたんだね。あ、そう、え、ポッと寄ってきた。あ、そうだそうだ、うん、差し入れもらってね、うん、はい。じゃあ、いきなり、あ、高田さん、あ、ほんと、すごい久しぶり。高田さんに会ってないな、俺。うん、高田さん会ってない、全然。高ちゃん、だから今のあのこっちゃいない、うん、毎月出てるし、で、その練習もしに来てるし、カズマさんの、カズマさんの1位はこの間マイカ、2位がほのか、3位が高田ちゃん。で、高ちゃん今回はなんかまさこさん、レイナのお母さん、ヒノヒノまさこさんと一曲やるって言って。え、まさこさん何やるの？歌うの？歌うの。へぇー、高田レイナちゃんのお母さん。レイナちゃんってあの妹？お母さん。あ、レイチェルじゃない、レイチェルじゃなくて、レイナ2人いるじゃん。レイナの、360のレイナの子もレイチェル。あ、あのお母さん、あのそうそう、ヒノヒノ、レイ、レイ。クラリネットの。あ、ヒノっていうんだ。あ、スイブ、スイブ。そう、スイブ。そうそう、娘あの KSC の方の、そう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 、はい、あ、な、何やんだろう、何、あ、何やんだろう、レイポン、レイポン、噂をすれば、噂をすれば、レイポン、あの、時の流れに身を任せの、うん、で、普通にギターやってたんで練習してたんだけど、うん、前に、まあ、某アーティストのやつなんだけど、シンガポール、あ、台湾で、オケを作ったの。あ、そう、それこそあの、ナミ、ナミちゃんじゃなくて、ああ、ナミちゃん、ナミちゃんだね、はいはい、にイメージを言ってジャズイな感じで作ってもらったオケがあって、それを今回提供してあげるって言って、でキーも合わせてあげた彼らのやつで、それでオケやりながら高田ちゃんがギターもピアノに合わせてギター弾きながら、でまさこさんも歌うっていう、まあ何があってでもやっぱり上を、ね、目指してくれって言われてるっていう、まあどうなることやな、まさこさん、そうか、純ちゃん8月25日だって。 AC っていうの、 AC あれ8月 25? 日曜日、8月 25? ちゃんと、あ、亀田さん、あ、俺ダメだ、久しぶり、亀田さん昨日ありがとう、終わった後合流できるから、何の25日って何だっけ、日曜日だ、うん、あ、わかんない、俺まだあの正式にそのこの辺の純也くんとかの周りとかで、うわ、なんか、あ、でもな、ギターはいらんな、あいつらだから、サイちゃん以外はギターはいいな、なんか、なんかいない、吹けるやつとか、スリセックスイの、あ、カンデ、そう、カンデ、なんか純也くん、純也さん、純也さんドラムカン、あれ、それ久保沢さんが前なんかビズの曲で吹いてほしいのがあるけど、うん、あ、なんか言って、そのまんまだよね、ダメだなって、うん、何も、いや、いいんじゃないですか言ってたんだけど、あ、みーちゃんのことや、そう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 、ビーズの曲はそうビーズのサックスって私なんか自分が知ってるビーズのやつはあんまりなんかイメージなかった。でも東京、大阪、名古屋とか結構ないじゃん、そう、うん、あ、ギターってじゅんちゃんギター弾けるじゃん、ほんとは、なんか、うん、なんか一回弾いてるの見たことあるそれやめてよ、それそれで360と一緒にやらせなくてじゅんちゃん、感動、感カンやめてよ、前らめちゃくちゃ言うな、ジュンちゃんカンとか、実は、実はなんか吹けるんじゃないの、だから、とそろやりたいカッコだけだったじゃあ、そろそろ今日も音楽番組行きますか。いや、マイカが、マイカのお客さんもさっき来てたよね、これ、すいません、そういえばアンプの電源まだ入れてなかった、ちょっといいですか、いいよ、いいよ、下に潜ります、はいはい、マイカちゃんなるほどね、ギターそれでつなぐんだ、はい、マイカちゃん、はい、あー、この間のなんか2日前かチラッチと飲んだ日本酒からかな、全然疲れが取れねえやで、サウナ、サウナって言うと、あ、それで出たそうあ、ルッシーの誕生日、あ、今日ウッシー誕生日じゃない？そうそうね、その土曜日に、おめでとう、ウッシー。隣で会ったんだけど。ああ、すいません、私。いやいや。あれだった。なんかサープロデューサー見なかったから、歌。今日はワンランク上のマグ。あ、そうだ。ん？ハイちゃんがいる。あ、みーちゃんの歌で。はい。Thank you.
シーは今日はいないね。おいくつに、おいくつにおなりに。ウッシーいくつになられたんでしょうか。44。もっと上かな。想像がつかない。うん、なんかね、私同じぐらいと言われれば同じぐらいに見えるし。うまい。クメちゃんも知らん、ちょっと同じぐらいかなっていうぐらいの感じじゃない。いや、知らんっていうか、一番下だった。クメナさんも同じ感じ。えあれ、クメナさんいくつなんだっけ。クメナ、43? 3? さっちゃん、あ、そうだ、さっちゃんと一緒に。ちょっと、ダメ。ちょっと、お前が、みーちゃんが振ったんじゃねえか。じゃあ、ウシーの誕生日を。アーカイブでまた見てね。ツイキャスの人たちがみんな待機してるんじゃないかな、うん、よし、前から呼ぼうか。あ、ごめんなさい。いい、あ、映ってるよ。はい、前から登場。ちょっと前からどうぞ。どんなの、ここ、ここでしょ、これ。ここを繰り返す、こうリピート。こっちでブリ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 やって、やめてって言うぐらいやってもらえばいい。もうやめて。はい、無茶ぶり。あとアドリブで、今日からマイカの一曲歌を歌うのをハエちゃんとかみーちゃんにもアドリブでっていうことで。ただ今日はいいよ別に。マイカ。はい。こんばんは。ちょっと待ってね。ハエちゃんも大丈夫です。ええ、大丈夫。ごめん、俺映ったから。マイカ座ってみた。あ、これまた意外にいるところだった。あ、じゃあ、椅子。もっとこうかな。あ、ウシー来た。あ、ウシーどうも。ウシーお誕生日おめでとう。おめでとう。あ、ウシーおめでとうございます。後でアーカイブ見てください。少し歌ったよ。この間2回も歌ったから。今日は私から。マイカ、じゃあちょっとギター持って。マイカでカメラの方向かって。ああ、さあ、じゃあ上上げなくていい。下下、はい、もうちょっと下。あ、オッケー、いいね、大丈夫です。はい、オッケー、はい、
まあ、アイカでかって感じ。あ、そうだね、でもね、いいよ、これメインメインって感じ。はいちゃん、手元がビッタ、これちょっとなんで今日アンプ繋いでるんですか。あ、いつも繋いでるよ。え、いつも繋いでる、いつも繋いでるよ。そのギターですか。え、このギターガッと引っ張って、あ、牛来ました。さっき言ってるじゃん。はい、何やってる。それではどうぞ、マイカさん。違うんだ、いつものあのギターじゃないんだ。いつもこれ一緒だよ。え、あのちっちゃい、あのいい音がするやつ。ああ、あ、ここ最近はね、まあ言ってみればここ半年はずっとこれ、ずっとこれなんだ。いいけど。はい、いいですけど。じゃあマイカの楽曲の紹介と。はい、今日から毎回、はい、音の初麦で1曲ずつやるということで、今回選んだ曲はスキマスイッチの奏でっていう曲です。多分結構知ってる人多いと思います。あ、ごめんごめん、ちょっと待ってね、キーの確認を今。G マイナー。あ、やつでないです。そうですね、全部入ってるんですけど。公開で林さんとみーちゃんにも手伝っていただきます。 B フラットと、すごく贅沢です。フラット2つ。あ、メイさん来てますね。メイ、あ、ほんとメイ隣に着いたのかな。まだメイさんまだ来てないと思う。ほんと、じゃあ番組でってことですか。イエーイ。じゃあ前田どうぞ。ちょっと待ってください、本当にやばいな。これでもダメでしょ。ダメ、そうだよ、そっちの方がダメ。今日はしょうがないね、次から。はい、見ちゃない。ま、なんとなくこっちの後。うん、うちの後に。あ、はい。で、また、ま、最後に渡す。俺から渡す。なんとなく。はい。それでは、聞いてください。はい。奏で。イエーイ。季節
いいよね。いいよかった。でもおじゃぶ今つくいいのでき始めてるよ。はい。趣味。でもよく。まあいいコーナーだね。あの林さんとみちもありがとうございます。はい。ありがとうございます。ツイキャスからもっと来てくれたらいいのにな。今日ダメだね。来てくれなかったね。まあでも。お疲れ様。はい、はい、マイカでした。はい、ありがとうございました。オッケー、楽勝。いや、はい、お疲れ様でした。そう、映るからね。つきまずい。つきまずい。俺さ、俺、すきすまにした。うん、え、違うの。うん、違う違う、スキマスイッチって久々に聞いたなと思って。俺スキスマスイッチって今日初めて知って、うん、スキスマスイッチだった。危なかった。今スキスマスイッチって言ってそうでした。でも全然関係ないけど、昨日あのイベントの中で主催者が最後にスタッフの皆さんっていう、うん、スマップのって言ってステージ前に爆笑。スマップの皆さん。一語ちょっとね、変わるとね。なるほど。そっちのカメラ、じゃあこっちの方に向けてもらおうかな。あ、ようちゃんが。あ、ようお疲れ。大丈夫よ。なんかルミちゃんが喜んでた。このまいかちゃんのお友達の人、パチ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 と言いましたね。え、ミキの後輩。あ、ミキちゃんの後輩の人。サッシーさん。サッシー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。サッシー。サッシー。角度も大事。これどうしようかな。フューチャーちょっと今日一回アーカイブ見ながら研究するわ、このパターン。ん、これでもなんか新鮮ですよね、やっぱなんかね、遠い方がいいよね、うん、なんか絶対見えて、うん、アップじゃなくていい。なんかこう寄れるよ。えい、きめこまさ、きめこまやか、きめこま、デジタル放送にチリスタイゴじゃない、チリスタイゴじゃない。何かと、あ、060、あ、これあれじゃん、めいちゃん、めいじろう。昨日遅くまでさ、さあちゃんと出張帰りなのに、あの360ともう大ストレッチ大会になって、あ、ストレッチ、もうおかしかった。もうみんな笑いながら、あ、やってよ、清水さんのみんなこれやってる。あ、なんか清水さんが何、みんながこうやって動かなきゃいけない。そうで、この肩甲骨が開いてる感じを描いてくださいねって言ってんのに、清水さんこうやってたらしい。近鉄は何かその清水さんにしか何かこう見えないこれ何かこうそうそうそう、おかしかった。後ろふって描いたら人だけど違うか。力が何かあれだ。そうそう、そのカメラも入ってる。おかしいね。ああ、じゅんちゃんもパチパチパン、パッチ、あ、パチパチ。パチ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 。このあ、あれ、あやのちゃん違う、どれ、このあ、これはマイカ、またマイカちゃんのマイカの関係じゃない。なんかこのプリクラ系のやつってみんなさあ、おしまいはこれで普通に。あれ、メインまだ来てねえんだ。これどうやってやってるの。ではメインコーナーいきますか。逆順を知って繰り返そうか。一回何回か。あれ、あ、入ってない。一番最後の4小節は、はい、テロップ消しました。これをなそのままこう吹いてて、うん、酒バラみたいな感じ。あれ、酒バラってそんな風に言われたんですか。またちょっと粉つけて、うん、そう、あれさっきギギサムじゃなかったでしたっけ。16度だもんだって言って、もう頭痛くない。頭痛くない。熱いって、ほんと気持ち悪い。ちょっと質問あげていい。はい、質問って聞こえた今。ちょっと質問って。
バードって知ってますか？知ってますか、ね、今日バイバイブラックバードやるって言われたんだけど俺に振らないでよ。バイバイブラックバードという曲、曲だ、はい、知らない。でも聞き出すと、あ、なんかどっかでって思わないかな、うん、ちょっとこうね、明るくて平和な感じのね。俺はやっぱり58年のそのマイルスのさ、うん、マイルスのね、コルトレーンが吹いてるやつが、うん、まあやっぱりアレンジとか、まあ、一番こう普通に聞きやすいっていうかさ、うん、だけどこの曲自体は、うん、マイルスが死んだ時に一番最初にこの追悼アルバムを出した人がさ、誰だと思う？マイルスの知らないよ。知らない、知らない、あの、俺たち知らないかな、知らないかな。キースなんだよね、キースじゃないですか。おー、へー。で、その時出したそのタイトルがバイバイブラックバード。うーん、え、その時にその曲、この曲ももちろん入って、うん、で、ブラックバードバイバイっていうその曲も、うんうん、あの、お笑いじゃない、誰じゃないか、あの、オリジナルで入ってたんだけど、うん、すぐに、うん、すぐに出したタイトルがこれで、よくその印象がこう強いっていうかね、うん、覚えてるなっていう。なるほど。じゃあ行きますか。あの、みんな大してそんなにあの口も良くないし。え、でも多分どうだろう、ちょっとこうね、いや、いいんだよ、うん。私さ、久しぶり、最近こうパッと耳に入ったのがこれがすごい印象残ってたもんだから、うん、いいかなと思った、うん、検索してもね、そんなに出てこないか、出てくるけど、うん、
なんともその分かんなかった、ね、まんじりともしない。そうです、このギターはそのギター覚えたいな、かっこいいな、何だ、ね、やりましたよ、たい、このメロディーなんか、ね、コマーシャルでちょっと使われてた、あ、そうなんだ、いいシンプルだけど、私もシャレじゃないですか、シャレ、あ、パチパチじゃなくてプチプチなの、あ、そういうことね、じゃあ面白いね、よっしゃ、今日はこんなとこかな、あと、そうそう、スイセクスイの新曲の昨日非公開にしてるんだけど、ちょっとハイザーに聴いてもらいたくて、あの、I Remember You、 あ、どっかにありますか、それちょっと一回聞いてもらいたい、はい、ちょっとね、ここ通ってすぐにトイレに行けなくてさ、あのことえ、そんな感じ、今マイクに入ったんじゃないかな、はい、マイク、入ってるかと思います、じゃあそういう事情で、はい、今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ね、はい、次はもう土曜日の候補番組、はい、はい、最近のね、はい、そうですね、おそらくはこうちょっと量より質という感じ、いい感じ、すごく質が伴ってるかどうかはちょっとまあ自分で今自分でちょっとはいはい、巻きます、はい、じゃあ次回の音の葉の前まではね、あのかほちゃんの強化練習もあるし、あ、そうだ、合宿、はい、合宿もあるので、はい、いいですね、はい、はい、合宿してくんの、じゃあ、え、1日あ3あの、あ、午前中だけ、そうそう、最後の打ち上げの時だけハイちゃんも参加してくれよ、なんとかね、はい、はい、はい、というわけで、はい、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、じゃあせーの、まや、まやねー、まやねー、広い世界で一人でもいればそれでいい、優しさ裏切り体ごと受け止めてくれる、いつもあなたのそば私がいるよ、私のそばあなたがいるね、生まれる前からそう互いに感じてた、あなたのそば私がいるよ。